宮崎県日南市の北郷町にひっそりと佇む丸新荘は、1976年に民宿として創業され、地元の方から常連客まで愛されている旅館です。温泉は地下800メートルから湧出する51度の天然かけ流し温泉です。湯量が多い天然温泉で、九州でもトップクラスの泉質と喜ばれています。露天風呂は手入れの行き届いた日本庭園を眺めながら旅の疲れが癒せます。お湯は炭酸水素塩温泉で、美人泉とも言われリピーターが多いそうです。運動器障害、慢性消化器疾患などの適応症があります。入浴料とご利用時間はご覧のようになっています。温泉に入った方の感想を聞いてみました。そうですね、ここの、 源泉かけ流しということで、今まで3回ぐらいですかね、福岡の方から来たことがあるんですよね。いいですね、はい、やっぱここが一番いいかなって思うけど、はい、やっぱこうツルツルなることはですが、ちょっとやっぱ温泉の効果があったじゃないですかね。旅の疲れを癒すにはタイプ別にお部屋もご用意ができ、季節によって宿泊プランも充実しています。丸新荘からは観光スポットへのアクセスが便利です。宮崎空港から車で約60分、帯状市へ車で約20分です。春には花立公園にある1万本の桜が満開になり、森林セラピーである井の生渓谷もあります。丸新荘でゆっくりくつろいでみてはいかがでしょうか。